せーの。天才が。ちょ待って。これちょっと来たんちゃう？待って。これ決定でしょ。見よっか。したたか王さ、王様、まあでも、すっげえなんもできなさそうだけど、まあ、すでに補給がいいやるし、まあまあまあ。これ見よう。つぼい。うわー！マジで？天才だわ、こいつ。しかも。これもう1年から出れるんちゃうかってグラス。やばいね。これ、すげえぞ。阿部ひなが周知、粘り打ち。内野安打、初球丸。いや、来たねー。で、新入生天才二人は完全にやっとる。白土さんが、うわ、守備職人持っとるわ。すでに。ま、でも、ファーストだけど、え、こいつやばくね？え、もう完成されてるやん。これなんだか、もう、あとだってね、バッティングのやつ磨くだけでもうほとんどいけるよね、これ。コンバートさせたいね。これね。うーわ。で、お調子者の米川さん。まあ、こう見ると、だいぶなんか低く見えるけど、まあ、チャンスいい。まあ。で、ちょっとピッチャーが不安だね。ピッチャー熱血二人とも、そうなー、ちょっと投手に今年は困りそうではあるけど、天才が二人いるので、スライダーで、フォークか。はい。玉持ち丸、まあ、な。キャッチャー米川か。キャッチャー D か。まあでも、キャッチャー D だけど、こんだけ恵まれてるってことは、つまり大阪でも勝ち進んでいけるほどの先輩が多分いるだろうっていうことで、私は、このチームで決定したいと思います。リセマラは2回、1回で2回目のチームでちょっと決定させていただきました。はい。さあ、じゃあ名前つけていこっか。